どうも皆さんこんにちは、清家アンドリューと申します。改めましてよろしくお願いします。はい、今日は僕の自己紹介や将来の目標についてお話ししていこうと思います。はい、まず僕の趣味なんですけど、まず一つゴルフ、スノーボード、ツーリングなんかも好きです。まあもしよろしければその人同じ趣味の方ともつながりたいと思ってますので、概要欄から僕のツイッターのリンク貼っておきますので、そちらからちょっとチェックしてみてください。はい、で僕の将来の目標なんですけども、やっぱり太平洋実りコースでキャディをやらせてもらってるんですけども、どうしてもやっぱりこう自分の職業を聞かれてゴルフメモですって答えると、やっぱり知らないお客さんなどがやっぱり多いんですね。はい、そこでやっぱりゴルフ界でまだまだヤーデージブックっていうのは浸透していないんですけども、 それはやっぱりこうプロとかアマチュアとか関係なく、ヤーデージブックは今プロはとても使われてるんですけども、やっぱりアマチュアの方にそんなに浸透していないんですね。はい、そこでやっぱりアマチュアの方にもやっぱり気軽にこう使っていただけたらなと思っております。そのためにはまず、はい、将来的にはアマチュアの方にも気軽に使っていただけたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。